カチよ。カチはボリビアで親しまれているサイコロ遊び。5個のサイコロをカップに入れて振り、出た目の組み合わせで点数を競う。2人から6人程度で遊ばれる。用意するものはサイコロを5個と、カップが1つ、点数を記録する紙と鉛筆である。まず、適当な方法でゲームをする順番を決める。各自1個のサイコロを振って最も数が多い人から、 半時計回り、など。プレイヤーは5個のサイコロをすべてカップに入れ、机の上に振り出す。出た目が次のいずれかの状態ならば、役として点数をもらう。この1投目で役が出た場合、役名の後にデマノをつけて呼ぶ、エスカレラデマノ、フルデマノなど。グランデデマノが出ると、その場でゲームは終わりになり、それまでの得点などに一切関係なく出した人が、 勝利者となる。これらの役が出なかった場合、または役が出ても他の役を狙いたい場合などは、机上のサイコロの内好きな数のサイコロをカップに戻して振り直す。この振り直しは2回までできる。2投目と3投目で役が出た場合は、エスカレライコール25点、フルイコール30点、ポケルイコール40点と、各5点ずつ低くなり、グランデは、 試合終了にせずに50点とする。3投目を終えても役がない場合には、同じ数字のサイコロが多いものを選んで、その数字の得点とすることができる。例えば、23,555であった時には、5の得点として 5×3 イコール15点。13,366であった時には、6の得点として6にイコール12点。 12346であった時には、6の得点として61イコール6点を獲得する。必ずしも、最高の数字を採用しなければいけないわけではない。最初のケースでは、2の得点として21イコール2点としても構わない。こうして役、または、数字の得点が決まったら、それを紙にメモして、次のプレイヤーに、サイコロとカップを渡す。 これを全員が10回ずつ繰り返して1ゲームが終了となる。ただし2回目以降はそれまでに自分が獲得した役または数字を再び獲得することはできない。例えば1回目にフルを獲得していれば2回目に22,444が出たとしてもフルの得点を得ることはできず43イコール12点または22イコール4点としなければいけない。 ただし、グランデデマノだけは、すでにグランデを獲得していても、役として認められ、その場でゲーム終了となる。3頭目までを終えた状態で、まだ獲得していない役、または数字が全くない場合、残っている役、または数字のどれかを0点として獲得しなければならない。回数が後半になると、この状況が多発することになる。 十回を終了するとちょうどすべての役と数字の得点が埋まりゲームが終了となる。終了時点で獲得した点数の合計が多いものが勝利者である。ゲームの記録は各自紙切れに上のマス目を書いてそこに記載していく。マス目の左側は上から順に一の得点、二の得点、三の得点の欄で中央は上から順にエスカレラの得点。 フルの得点、ポケルの得点の欄、右側は上から順に4の得点、5の得点、6の得点の欄となる。グランデの得点は欄外の下の方に書く。右の記録例は7回目までを終えた時点のもので、1の得点として2点、2の得点として0点、役がないため2の得点を諦めた、5の得点として15点、6の得点として12点、エスカレラデマの ボケル、グランデを獲得している。役の欄には、得点を書くのではなく、獲得した場合丸印、0点とした、獲得を諦めた場合印をつけることもある。この場合は、一等目で獲得した役については印や、プラスごと書き込む。また、グランデの欄には獲得した場合には、ドレインを書き込むこともある。地域などによって、上記の基本ルールに、 いくつかの派生ルールを付け加えて遊ばれることが多い。中でも最も多く行われているのはサイコロの裏の面を使っても良いというルールである。全部のサイコロをひっくり返して使っても良い。どれでも好きなサイコロを好きな数だけメ面して使っても良い。必ず2個は利面にしなければいけない。利面にできるのは1等目だけ、など、利面ルールだけでもかなりのバリエーションがある。 理面を使っても良いルールにすると、当然ながら役が出やすくなる。このため、理面ルールを採用する場合には二投目までしか触れないというルールになることもある。その他、グランデの獲得欄を一つではなく二つにし、十回ではなく十一回行うというルールもある。課長というのは、南米のスペイン語でサイコロ用の壺を指す言葉である。このため、ボリビア以外の南米では、 カチョという言葉でサイコロ遊び全般を指すことがある。カチョの愛好家は1から6の数字を次のような言葉で言い表す、いわゆるイン語をよく用いる。このうち3から6についてはそれぞれスペイン語で発音が似ている、単語を言っているだけで、その意味に由来はない。ボリビアにおいてカチョは庶民の遊びとして大変人気が高い。仲間同士で集まって酒を飲む場で、 観覧しながら行われる光景をよく見かける。いわゆる居酒屋では、酒の他に、課長を注文すると、サイコロカップ、紙、鉛筆のセットを貸してくれる。一番点数が少ないものは、チュフライというボリビア独自のカクテルを一気飲みする、グランデデマノが出ると、皆で祝杯をあげる、などと大騒ぎしながら夜更けるまで課長を楽しむのである。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。